どうもこんにちは、うん、なんて言ったかわからないですけども始まりました。今ですか？はい。なんて言ったかわからない。わからない。わからない。だだだ、いやそう言ってたかん、やっぱそう変な風に言ってたんだ。うん、言ってましたね。ということで、始まりましたね。東北階段でございますけども、まあ今いつも手伝ってくれる木村くんが、はい、扉を閉めるときに、はいはい、お願いします。うん、4本って言って、4本取ってほしいということなんですよ。終わりました。すごいですよ今日ね。これはね、頑張っていきましょう。ちょっと気合い入れていかないといけないんで。そうですね。まずは何のゲームの話からしますか。ゲームの話いつもしてるよね僕らね。でもね、伝わってくれて嬉しいなと思ったのが、はいはいはい、これ取ってる前日に、僕が昨日見た感じだと、はい、サガツの話したでしょ。でした、うん、ね、ヨッシーさんという方が投稿してきて、うん、でヨッシーなのにサガツやってますみたいな、はいはい、ニンテンドーのやつやれやみたいな時に、悪魔、はい、俺がね、ね、この書くでれれれれれって、で悪魔7とかね、数字で書くのが伝わってたんだよ、ね、コメント見たら。いや伝わってたの多分5人ぐらいでしょ。いるかな。でもコメントした人がいるってことは、まあまあまあね、そうで、僕もゲームボーイサガやってましたみたいな。嬉しいですね。分かる人いるんだと思って。で僕もね、はい、その辺のコメントをちょっと見た時に、いや本当に楽しかったです、カメレオンクラブチャンネルって。めちゃくちゃおもろかった。あった、そういえばあった、なんかで見た、そういえば、ある、まあ、人たちの中では、我々のこのチャンネルはカメレオンクラブチャンネルっていうね。カメレオンクラブってゲームショップですかね、昔あったね。もう今ないのかな、ない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 、どこにもないでしょう。 あんの？ないでしょう。地元あった？あった、隣の駅にあった。俺地元の駅にあった。あ、地元にあった。 なんて略してた？カメロンクラブ、うん、いやカメロンクラブは俺カメロンクラブって言ってました。みんなカメクラカメクラって言ってたから。ああ、そうなんだ。だからカメロンクラブって聞くと俺はもう、あの呼び名とね、あの雰囲気、うん、もうすごい思い出すわけですよ。なんかね、中古の箱があってそれ持って店員さんのところに行ってね、はい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 、懐かしいね、買うシステムみたいなのがね、もう楽園でしたよね。楽園、カメロンクラブは、ね、ゲームのテレビ1個置いてあって、はい、ちょっとできんのよ、はいはいはい。でもずっとやってるやつとかがいるから、うんうん、ちょっと我慢してこうやって見てたりとかしたありましたね。カメレオンクラブ、あ懐かしいな。ブロックタワーゴーストヘッド買ったな。買うわな、いろいろあるわな、それはな。というところで、はいはい、今日もね、カメレオンクラブチャンネルは投稿階段を読んでいきます。なぜか投稿階段です。まずはメガネモエさんですね、はい、メガネモエさんありがとうございます、はい、夫の友人 K さんから聞いた話なんですけども、はい、スピード強の友人が高速をものすごいスピードで走っていて、うん、トラックとトラックの間をすり抜けた後になんだか違和感を感じて、こう体をね確認したところ、うん、肩から足までざっくりと切れていて、うん、血がドバドバ出ていたとのこと。怖っ。まあ、バイクなんですけどね、はい、その後バイクを路肩に止めて、うん、自分で救急車を呼んだそうです。はで、まあ、手術してね一命取り留めたんですけども、うん、先生がね、病院の先生がものすごい稀な現象で、うん、これおそらくかまいたちじゃないかなって言ってたんです。カメロンクラブチャンネルだけにやっぱかまいたちってワードが出てくると。いやかまいたちの夜でしょ、 ええ、そっちを想像してしまったんですけど、これはすごない？妖怪かまいたちがついに、いや病院の先生がかまいたちじゃないですかっていうことがすごい。そんなワード医学でないからね。出ないですよ。でちなみに友人はその事故から体が弱くなってしまって、術後の経過も思わしくなく、あらららら、しばらくしてから亡くなったそうです。え、あ、そうなんですか。その話を聞いて夫が思い出したという話を合わせてしてくれました、はい、バイクの大型免許を取るときに教習所の教官から聞いた話、はい、教官の友人がある峠道を走っているときにカーブでね、スピードを出しすぎて膨らんでしまって、うん、ガードレールにゴンと、まあ、ブレーキかけてね、はい、キーって止まろうとしたところ、うん、足をガードレールにぶつけたと、うん、で痛ってね、うん、なったようなんですが、うん、減速しようとしたところうまくブレーキが踏めないことに気づき、なんとかしてバイクを止めた後足を見てみたら、うん、足がなかったんです。え？ちぎれちゃってんの？先ほどぶつけた時にガードレールの一部がめくれていて、そこで足を切断してしまったようなんです。うーわー。その後急いで救急車を呼び、こうね、切れた切断された足は自分自身で回収したそうです。さて続いては K さんご本人のお話。どんどん来ますね。どんどん来ますねこれね。余韻が今楽しんでた。このね、最初の夫の友人 K さんのね、K さん、はい、ご本人の話です。ご本人。K
K さん、ハウスクリーニングの仕事をされていて、はい、ある依頼で一軒家のお宅へ行くことに、うん、依頼人が家の中にいるということなんでピンポンを鳴らすも応答はない、はい、鍵は開いているようなので中に入ったけども電気がつかずに仕方なく暗い中先に進むとリビングがある、はい、でドアを開けるとニャーって猫が飛び出してきたんです、はいはいはい、でもうびっくりしたけど、まあ、すいませんっつってね、うん、でもね反応がないと、うん、でも何かの気配を感じる、うん、で薄暗い中なんとか目を凝らしてねリビングを見てみると、うん、リビングの中央に黒い影がいる。なんやあれ。ゆっくり近づいてみると、うん、おばあさんが座り込んでて、わわわわ口を大きく開けて天井をこうね見ながらあーってなってるんですよ。 K さんは恐怖におののきながらおばあさんに声をかけたり揺すったりしましたが、はあ、おばあさんは全く微動だにしない。とはいえ仕事の依頼で来てるから、はあ、仕事しないととなって、そりゃそう、ね、依頼のあった2階の寝室へ行きました、はい、K さんが寝室のドアを開けて中に入ると、うん、うわーと叫びながら先ほどのおばあさんがものすごい勢いで階段を駆け上がってきて寝室のベッドへヘッドスライディング。何やらブツ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 言いながらガタガタ震えてるんです、はい、K さんは逃げ出したい気持ちを抑えて部屋の電気をつけようとしますがここも電気がつかない。わー、とりあえず窓を開けてね、こう光を入れようとカーテンをシュッと開けた。そしたら窓枠のところにいくつもの骨壺が並んでいた。実は K さんは霊感があって見えるタイプ、それだけの骨壺があったにもかかわらず家の中に霊が一切いないんです。なんでこんな状況なのに幽霊に一人もいないんだよって、逆に怖かったと。一体おばあちゃんに何があったのかわからないですが、その異様な空気の中で K さんはしっかり依頼された仕事をこなして帰ったそうです。プロですね。というね、3本ショート階段的なのをいただきましたけど、内容どれもこれもね、すごかったですね。おばあさんはじゃあ生きてる人なの？生きてるんじゃないですか。例ではないんだ。まあちょっと何か病んでしまわれてるっていうところを伺いますけど、骨壺がね、家族のものなのか、うん、ね、中身入ってんのかっていうところもあるよね。ね、そんな状況なのに幽霊一人もいないですね。霊感が強い K さんが見て、お墓に入れるのが寂しいから家に置いとくっていう方もいるじゃないですか、うんうん、だから多分おばあさんが周りのご家族を亡くされて、うん、なんか入れたくないからって言ってそこにそのままに留めておいてるっていう可能性もあるかなとはちょっと思った。一軒家やからさ、うん、まとめてなくなったのもね。ああそうだね。でそれによってね、残されたおばあさんがちょっと様子おかしくなっちゃう、気持ち耐えきれずにね、うん、っていうのが多分一番整合性のつく説明かなと思うけど、まあでもきつい話ですね。きついでしょう。そうだとしても痛ましすぎるし、かわいそうだし。で、あとバイクの2つね、足なくなってた。まあすごいねこれもね、足がなくなってたんですよってね、なるわけじゃないですか。意味はないですよ。あ、そうなの。意味はないですけど、何かがあるのかなと。ないんですけど。で、あとかまいたち。かまいたちです、すり抜けていっただけでなるもん。まあそっか、なんかね、いや、このそうないからね。あ、そこの道路がなんか良くないんかね。ねえ、車に乗ってる人は守られてるから、その外部の何かからね、うん、だから助かってるけどみたいなとこなんだ。例えば、はい、この道路がポルトガ周辺やったとしたら、ドルイドがね出てきてバギ唱えるじゃない。だからこういう状況ね、大前提で、はい、この道路がポルトガ周辺だとしたらってどういうことですか。あれ、あれその過程の意味が分かんない。いや、もちろん分かりますよ。あのね、ロマリアから北に行って左に行ったところ、魔法の鍵手に入れたらね、ポルトガ周辺には、はい、あの鬼面同士とかの茶色い版のね、このね、血のパンの色みたいなドルイドが出てきますよ。それは僕は完全に分かります。あれは4体出てきてバギ唱えたらたまったもんじゃないんだから。これでしょ。そうだ。だからポルトガやとしたら分かるじゃない、はい、ドルイドが4体出てき て, 出てきて、ね、一気にバギ唱えてきたらこの状況になるでしょ。なりますよそれはね。でもポルトガじゃない。あー、びっくりした。ポルトガだとしたらって話が進んでいったから受け止めにも時間かかっちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいお話でした。で続きまして、はい、怪盗プリンさんです。プリンさんありがとうございます。お昼ご飯 を,、うん、を食べた後、はい、歯を磨きながら、うん、あー、そろそろ歯医者さんにメンテナンス行かないとな、前回から半年も経ったし歯石除去とかもしなくちゃな、うん、予約、あ、
今日木曜日やんなどと考え、はいはい、部屋に戻ってスマホを手に取ると、うん、メールが来て開いてみると、うん、今すぐネット予約可能な歯医者という広告が。おいや確かに歯医者行かなきゃとは思ったけども、うん、口に出してもいないのにこのタイミングでメールが来るなんて怖い怖い。あ携帯のそういうやつか。あ守護霊さんが聞いてたのちょっと怖かったというような出来事。なるほどそうですね。なんかインスタとかで自分たちが検索してないけど、はい、出てくるとか ね思ってたとか、はい、夫婦でちょっと会話しただけでそういうのが出てきてちょっと怖かったっていうお話はよく聞きますけど、はい、僕もねでも あそうかあれはエロいの検索してたんだ出てきたいやもう答え分かってるよ。あそうか考えてみたらそうだったよ。だから我々みたいなのが、ね、もうブラウザ立ち上げたら、はいはい、間に出てくる広告エロいのしかないんです。そうなんです。だから人に見せたくないんですよ。そうですよ。この検索結果ちょっと見てよっていうのは恥ずかしいですよ女性スタッフとかにちょっと共有するとき恥ずかしいでしょあれ。恥ずかしいですよ、ね、エロ漫画の広告とか絶対出てるじゃんバナーで。すげえ嫌なんですあれすごい出てくるよねエロ漫画のやつさ。だから俺も学んだんです、はいはい、学んで学んだ2つに分けてる。え？エロ専用検索ブラウザ変えてる。それだったらもう人にバレることなんてね。もう安心、もう安心。楽しむことができて安心だ。そしたら不思議とね、うん、普通に調べてるやつ金関係のやつしか出てこない広告いやキャラクター分かってんなじゃないよ携帯も分かってるんだサブスの根っこの部分をね。じゃあ続きまして、はいはい、増加に絡まれて、うん、作った花ね、うん、増加に絡まれてよく首から花ぶら下げている地底のカエルです。カエルさん何してるの、うん、危ないぞ首危ないぞ気をつけて。つい先日ロフトで寝ていた時に、はい、インターホンが鳴りました、うん、で玄関まで入ってお姉ちゃん来たよと言われたので降りていこうと思ったんですが、うん、カエルに妹はいないんです、うん、怖っ誰だったんですかね。ほうその後降りて行ったんですが、うん、誰もいなかったですし、鍵もかかってました。え怖っ何この話めちゃくちゃ怖いやね。めちゃくちゃ怖いね。謎めいた最初の一文で始まったから何かなと思ったけどね。現れた謎の独特やな。独特だねカエルさんね。まあでも短いスパってくる感じだけどすごい怖い体験なさったんです ね、まあまあなんかねいたずらと言いますか。そうだ ね遊んで欲しかったのかなみたいな。カエルの家はね幽霊出るでおなじみですからね。そうそう投稿いただいた時に ね前のあれでもいつもなんか悩まされてるってことをおっしゃってたんで ね何もなければいいですけども。じゃ続きまして、はいはい、オラオラさんです。オラオラさんありがとうございます。以前ですね、うん、サルタヒコ、あお話いただきましたね。サルタヒコ神の、はい、話をしたんですけども、うん、実は神様にまつわる話がもう一つありまして、皆さんもよく耳にしたことがあると思うんですが白蛇様、私はその白蛇様と何度か関わったことがあるんです。まあ蛇というだけあって予想通り執念深くきっちり型がつくまで実に6年ほど月日がかかってしまいましたが、この白蛇様は自分と直接関わりのある神様ではなくて、うん、姉の旦那の父方の先祖の因縁めいたところからのものだったんです。あ、そうなんですか。詳しい内容を割愛しますが、見えるというだけで関わらなければならなくなったことにプレッシャーを感じつつ、うん、そうは言っても自分が白蛇様と対峙するには、うん、伝えたいことがあるときにしかコンタクトは取れないんですって、うん、なるほどね。で自分から呼びかけてもこう音沙汰がないと、うん、なので短い交渉の中でいかにこっちの要望を伝えるか受け入れてもらうかが鍵だったんです、うん、そんなこんなで長い時間をかけて折り合いをつけた結果、白蛇様に叱る場所へ移動していただくことになったんです、はいはい、ある日の夜姉夫婦の家に泊まっていた自分は、うん、こう最後のケリをつけようと佇んでいる白蛇様に語りかけてみました、はい、長い間お待たせしましたがようやく準備が整いました、うん、どうぞこちらの道を通って移動してください、うん、そう声をかけると白蛇様はゆっくりと前へ進み、そのままキッチンを通って裏のドアから叱る場所へと大きな体をくねらせて出て行ってくれました、うん、自分はその時に初めて白蛇様の全体像を見たんですが、はい、頭がドアから出ているにもかかわらず、うん、まだ胴体部分は2階から降りている最中なんで、すごいね、めちゃくちゃでかいじゃない。長いね。でそのタイミングが悪く姉がキッチンにやってきて、白蛇とぶつかるって思った瞬間、姉がビクッと体をこわばらせて驚いた顔したまま飛びのいて、うん、なんかいる、あなんか太ももに冷たくてズラズラした硬いものが当たったんだけどわかるんだね。姉は白蛇様の姿は見えていないようでしたが、はいはいはい、感触は分かったみたいで、へでね、こうシッと
だ今夜白い様に移動してもらうって前もって伝えといたでしょつって、うんうん、今その最中だから静かにしててねってね、こう姉を注意して、で2人で白い様を見送ったと、はい、ちなみに叱る場所というのは少し離れたところにある、うん、水神様が祀られている、祠のことなんですけども、うん、中身が入っていない祠だったので、白蛇様あこう、ね、あの居場所だけでも提供しようとあてがった祠なんですって、うん、なるほど。あとこの土地の氏神様は白蛇を眷属としている神様なので、事前にお伺いをしてしっかりとした手順を踏んでこの白蛇様を受け入れてもらっています、はい、あいいですね、それだったらね。あーすごいね、すごいお話ですね。そんなに長いんですね。だって、うん、もうか頭は出てるのに体は2階のところ、うんうん、ね、だから尻尾はその辺にあったってなるとものすごい 7,8 メートルぐらいじゃもっとあるのかな、わかんない。めちゃくちゃでかいでしょこれ、ね、わからないで、だけど見えない人でもなんとなく今なんか冷たいものが当たったみたいな感じることがあるんだね、うん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 、ちょっと僕も感じてみたいなと思いました。ヘビゾクってすんのかな、なんかねこの感じだとそうじゃん、なんか冷たいものがちょっと当たったみたいな。俺思うんすけど神様なんでだいぶその体に来ると思いますよ。あ何が来るっていうのはその人によって様々だと思うんですけど、うん、ゾワゾワゾワってすんのとか背筋が寒くなるというか、うんうん、そうけ立つような感覚みたいなあるんだろうね、だと思いますけどね。けどすごいお話でした。では続きまして、はい、完熟桃屋さんからいただきます。ありがとうございます。これは私がナナちゃんに出会って毎日動画を見漁っていた時の話なんですけど、うん、その日も家事を終えて家族も自室に行き、うん、一人リビングでこう階段 YouTube を何本も見てた時です、はいはい、時間も深くなってきてリビングの隣にある襖が開け離れた寝室、うん、そこで横になって間もなく、うん、勝手にテレビの電源がパッてついたんです。あらら。他にもこの頃は深夜の1時2時に突然家の電話がドラッとワン切り何回もあるんです。嫌ですねこれはね。リビングでうつらうつらしてると急に部屋の空気がピーンと張り詰めて、うん、で聴覚が鋭くなって、うん、でわけもなく恐怖に襲われることもよくありました。もしかしたら私は耳で感じるタイプの霊感なのかなと思ったら、うん、布団から顔を出して寝ることができなくなってしまいました、うん、なるほど。そういうねお話なんですけど、怖いなって感じた時にね、そのなんだろうな、何かがいるわけじゃないけど、うん、あ今やばいなみたいに感じることっていうのは僕もあるんですよ。で、うん、僕の場合はただそれはただの怖がりって言わればそれだけかもしれないですよ。いや悪霊ですね。いや本当ですか先生、うん、やばいと思うよ。どうやったら大変なもうちょっと聞けや俺の質問どうやったらのどうの時点で食い気味で金だはやめろよ。いくらなんだよそれだったらめっちゃ取るだろこいつでもまあまあ ありますよね。あるでしょ普通に。ねそうだよね。で寝ててさ片足だけ布団から出ててすごい嫌な時とか。わかる。めちゃくちゃ嫌やけど。あれは何なんでしょう ね。ちょっとそれで怖くなる時あるもんね。怖い怖い怖い。これだけでね。あと夜中に起きてめちゃくちゃトイレ行きたいけど、はい、今このタイミングでトイレ行ったらなぜか分からんけどめちゃくちゃ怖いことが起きそうとか思ってる時ないですか。俺はちっちゃい時にすごくそれがあった。うんうんうん、耐えでまあねこれまた微妙な匂いなんですよ。はい、わかるよ。そうあのね行っちゃった方がいいんだけど、そうそうまあでも寝ようと思えば寝れるみたいな ね。そうなんだよ。ね、ああいうのに耐えながら過ごす夜とかっていうのはでもちょっとなんかのものとか怖く感じたり、ね、はいはいはい、することはきっとあるんじゃないかなと思いますけど ね。今日も愉快な T シャツ着てらっしゃいますね。あこれはもう石黒彩子先生の、はい、えあのニャンコティニャンコティに個展行きまして、ああなるほどね、来させていただきます。よろしくお願いします。可愛いですよでもね、独特な、ね、絵のタッチで可愛らしいですね。というところで、はい、今回もカメレオンクラブチャンネル、ちょっと忘れてた。以上でございます。以上でございます。はい、ということでまたお会いしましょう。ありがとうございました。